現地リポーターの松本武史と申します。今日は夜明け市場のよりすぐりの店を、ご紹介したいと思います。じゃあこちらどうぞ。はい、2011年11月にオープンした場所です。被災してしまった飲食店の方やいわきを応援したいという方が集まって、2店舗から始まったお店も今では11店舗まで、増えることができました。この場所はですね、もともとは築45年の、寂れたシャッター街でして、その空き店舗を利用してお店にどんどん出店していただいているという、飲食店街になっております。客層はですね、結構いろんなジャンルのお店がありますので、カフェだったり焼き鳥屋だったり鉄板焼き屋までございますので、20代の女性から本当上は5、60代の方までご利用いただいております。ご紹介するのはまず、いわき郷土料理わかさんです。このお店ですね、3月の15日にオープンしたばかりのお店になってます。僕も何度か来てますけども、お袋の味、煮魚とか煮物とかが本当美味しいお店です。じゃあ早速中に入って店長さんにインタビューしてみましょう。はい、どうぞ。あとなんかこんなのおすすめとかあります？そうですね、はい、今日はたまたまウニの貝焼きがありますけれども、はい、サンマの時期はサンマのポーポー焼きを出してます。はい、ははなるほど。あれでしたっけ、いわきのものとかって今は結構使ってるんですか？まだ小名浜港とか四つ倉港がまだ再開してないので、はい、今はまだ地物は使えないんですけども、うん、早く使えるようになればいいと思って頑張って応援してます。なるほど。じゃあ久保さん、今日も、はい、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、続いてご紹介しますのは、焼き鳥居酒屋の純平さんです。ここの店長はですね、もともと四ツ谷で焼き鳥屋やってた、出身はいわきの方なんですけど、震災を機に地元にで戻って地元に貢献してやりたいということで、もう一念発起して、いわき市場でお店やってる方です。どうも、こんにちは。こちら店長の純平さんです。純平です。この店はですね、本当内装もおしゃれで、結構ですね、メニューも豊富で、焼き鳥屋なんですけど、いろんなサイドメニュー、例えばナポリタンがあったり、ポテトサラダがあったり、あとですね、バーとして使えたりするように、お酒のラインナップなんかもすごいこだわって、いろんなのを置いてたりする店です。じゃあ、純平さん、この店の、はい、推しとか、おすすめメニューとか教えていただいてもよろしいでしょうか？そうですね、まあ、一番はやっぱり焼き鳥。ね、国産鶏にこだわった焼き鳥、あとは、いわきの野菜を使った、料理を提供します。あとはやっぱりこの雰囲気ですね、本当に何だろう、カップルで来ても本当に熟年カップルの人も喜んで来ていただける、こういう雰囲気になってます。もうここの一番人気はやっぱりもう焼き鳥は もちろんなんですけど、実はそのポテトサラダがすごい美味しくて、その結構もう本当によく出るメニューだと思うんですけど、純平さん、ポテサラに関してちょっと教えてもらってもいいですか？そうですね、まず、はい、まあ、ネーミングが大人のポテトサラダっていうことで、はい、味はね、はい、来て召し上がっていただいてのお楽しみなんですけど、はい、なるほど、出てきた時に驚いていただいて、はい、なるほど、食べてみて、あ、大人だなと、なるほどなるほど、いうようなポテトサラダになってます。もう味は食べてみて、そうですね、初めてわかるみたいな。そうです、ぜひぜひ、はい、もう食べてみないとわかんないポテトサラダです。はい、和楽魚菜亭さん、じゃあ早速行ってみましょう。どうぞ。はい、すいません、ちょっと、うん、インタビューさせてください。あ、はいよ。はい、魚菜亭の、うん、売りのメニューとか、これぜひ食べてみたいなあれば教えてください。あ、うちのメニュー、はい、売りは一応オリジナルの、あ、これは魚とは全然関係ないんだけど、鶏のレバーを使った、鶏肝のバター焼きっていうのは、これはうちのオリジナルですよね。うん、あとは今の旬だったら、今当店オリジナルって書いてあるタケノコのフライとか、そういうものがうちのオリジナルのヒット商品、うんうん、あとは魚は一般的、全般的にこだわって出してます。なるほど。はい、
ここに岩木島に出店する時の経緯とか、うん、ちょっと教えていただければな。経緯は、はい、まあ久野浜でやってたお店が、はい、津波で倒壊して流されて、はい、それでここの岩木市場にこういう、ね、復興を兼ねたお店が出店できるような体制ができたということでそちらに申し込んで、はい、それでこちらに入るようになりました、はい、どんなお客さん多いですか。やっぱりね、はい、今まで馴染みのお客さん、例えば久野浜の時に来てくれたお客さんが平に出店してね、またもう一度頑張ってると、はい、一からまたやり直してるよというそういう姿に憧れてたらおかしいけど、はい、そういう人を助けてあげたいという気持ちの人が半分ぐらいいるかなと僕は思う。同情してきてくれたりしたりね、それはすごくありがたい思いで受け取ってるよね、はい、あとは本当にお刺身がね、いつ来ても新鮮で全国からこだわった新鮮な刺身を出してるということで、うんうん、口コミで来てもらってるのも確か多い、はいはいはい、うん、確かに本当に美味しい店なんですよここは、うん、なんか同情してとかって言いますけど抜群にうまいです。本当に美味しいんで、はい、はい、続いてご紹介しますのは、2012年の1月にオープンしたフルーツビールの店のご褒美さんです。ここもですね、店長とその仲間のたちでセルフビルドで作られたお店です。じゃあ早速覗いてみましょう。いらっしゃいませ。どうもこんにちは。じゃあ山本さん、ちょっとインタビューさせてください。どうぞ。はい、じゃあこの店 の、はい、売りのメニューだったりとかをちょっと教えていただきたいなと。はい、今はですね、世界のビールとフルーツビールということでやらせていただいておりまして、まあ、世界の瓶ビールですね、世界各国の瓶ビール、今こちらの方が定番メニューとなっておりまして、あとはこちら瓶のフルーツビールと言います。で、まあ、各国のビールをいろいろ取り揃えて、週替わりでお出しして、定番メニューは定番メニューでお出ししているというような感じですね、はい、あとはまあワイン、焼酎、日本酒、ウイスキーなどなどございます。はい、表にトマト餃子って旗を見かけたんですけど、はい、ちょっと上りまで作らせていただいたんですけど、いわきのですね、特産品でありますトマトを使用して、ちょっとイタリアンな感じで、トマトを使った餃子を開発いたしまして、出させていただいております。はい、なるほど。お客さんの反応とかどうですか、トマト餃子。そうですね、結構珍しくて、あまり食べたことがないと、うんうんうん、でとても美味しいとおっしゃっていただいておりますので、はいはい、おすすめだと。おすすめです。なるほど、はい、ここに来たらぜひですね。はい、この店はですね、僕の、同級生出身の町の、同級生が板前をやってて、そのお兄さんと兄弟でやってる店です。じゃあ早速覗いてみましょう。どうも。あ、どうも。ね、来ました。こちらお兄さん、こっち弟です。押田兄弟です。お、はじめまして。はじめまして。そうですね、この金貨は本当によく来るんですけど、やっぱ何ってその出汁を効かせた料理、もっとさっき出汁の話だったんですけど、例えば出汁巻き卵とかもすごい美味しいですし、あとはですね、例えば炊き込みご飯とか、やっぱその出汁が効いてるのがすごい美味しいですし、あと汁物、なんか出汁効いたなんかお吸い物とか、そうなんか優しい味なんですけど、そういうのがやっぱすごい美味しいと思います。やっぱなんか一手間加えた料理って言ったらいいのかな。ただ刺身もただ刺身で出さないみたいな、そういうこだわりが僕すごく好きですこの店。はい。120点じゃなく100点の取れるお店っていう感覚で、まあ、来ていただければ楽しめると思います。期待度が、まあ、大体皆さん100以上が120点だと思うんですよ、予想以上、うん、はあはあ、まあ、予想以上ではないけど、まあ、予想通りの、うん、その面白さ、はあ、満足度で帰っていただけるお店という形で、うん、楽しんでいただければ、うん、なるほど、謙虚ですね。でも来たお客さん大体120点で帰ると思います。本当に。はい、こんな感じで夜明け市場はですね、明けない夜はないをキーワードに、熱い思いを持った店長さんたちが、
お店をやってますんで、ぜひですね直接来ていただいて、店長さんたちとぜひ喋ってみていただければと思います。みんな待ってますんで、ぜひいらっしゃってください。